どうもブログ派です。ここは鹿児島県の指宿駅。指に宿と書いて指宿というのは知らないと読めないような地名ですね。指宿駅は指宿枕崎線の始発駅、鹿児島中央駅と終着駅枕崎駅のほぼ中間にある駅で、ここから鹿児島中央よりは特急列車の運行もあります。特急指宿の玉手箱という列車です。名前からして特別感がすごい列車ですが、指宿枕崎線の観光用特急、15時5分発の鹿児島中央行きに乗車します。指宿駅の時刻表、指宿から鹿児島中央方面は1時間に1本ほど運行があり、ローカル線にしては本数は多めです。特急指宿の玉手箱は1日3往復、観光用特急なので全て昼間の時間帯での運転です。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。デザインが奇抜な3両編成の機動車がやってきました。こちらがキハ47系特急指宿の玉手箱です。指宿は竜宮伝説発祥の地とされていて、浦島太郎の玉手箱による紙の変化を表したようで、車体は半分ずつ白と黒で塗り分けられています。また乗車時にはドア上部から白い霧が出ていることがより一層玉手箱感を出しているようですが、撮影日はあまり霧が出ていなかったようで、その姿をうまく捉えることができませんでした。車内は観光用特急らしくカラフルなデザイン、また海側と山側で座席の形態が大きく異なっていて、海側の座席は横向きで車窓の景色を体の向きを変えずに見ることのできるようになっています。撮影日は造血車両を含んだ3両編成での運転で、造血車両は海側も山側も同じ座席の車両となっていますが、車両中央部にはソファーのようなフリースペースもあります。山側と海側の座席をそれぞれ見ていきます。山側の座席は2列の通常の特急のような座席配置となっています。窓枠の関係上外が見えにくい座席もありますのでご注意を。そして海側の座席はこのように横になっていて一人掛けとなっています。座席は薄く見えますが、クッション性は見た目以上にあります。窓を開けるのが主流なのか、海側は全ての窓が開いていました。15時5分に指宿駅を発車。途中の停車駅は喜入のみです。
指宿から1時間程度で終点の鹿児島中央に到着。市街地から桜島が見えたのは驚きです。また指宿枕崎線はよく揺れる路線としても有名ですが、これは普通列車に限らず特急もよく揺れました。それではご視聴ありがとうございました。